こちらは青森です。東北地方では参加275校の中から八戸市立根城中学校が代表校に選ばれました。根城中学校は八戸市郊外の根城跡近くの高台にあります。歴史のある城下町の学校にふさわしく、音楽の授業では郷土の民謡を多く取り入れています。合唱部員は70名、詩情豊かな合唱表現を目標に練習を積んできました。詩を理解するために国語の先生も協力してくれました。練習は生徒の自主性を大切にしています。3年生のパートリーダーを中心に毎日練習に励みました。詩の心にどう迫り、それをどう表現するかが合唱部のテーマです。それでは八戸市立根城中学校の歌声をお聴きください。指揮は竹内秀夫先生、ピアノは3年生の松原美佐子さんです。まずはじめに課題曲です。Thank you.
続いて自由曲です。